日本鹿児島県薩摩仙台市上越町中古木、中古木の中心部上古木町中古木は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国古式島郡古式島号中古木村、古式島郡上古木村大技、中古木、薩摩郡上古木村大技中古木。郵便番号は896-1201。人口は487人。 世帯数は256世帯。上古式村郷土市によると1977年時点での面積は13.46平方メートルである。古式島列島に属する上古式島の南部に位置しており、2004年の市町村合併までは、上古式村の村役場が置かれ上古式村の中心部であった。薩摩仙台市の西部に浮かぶ古式島列島北部の 上越木島の南部に位置している。浅井駅の北方には、上越木町小島及び上越木町、瀬上、南方には、上越木町鉱石、南西方には、上越木町平ら、東方には、上越木町、中野、里町里にそれぞれ隣接している。茶の木、野林、下町、村町、横町、中町、新町の地区があり、茶の木、野林、村町は、 豪氏が居住していた区域でアリロクと呼ばれる。横町、中町、新町は浜と呼ばれる。中古式港の周辺には、薩摩仙台市立中津小学校、薩摩仙台市立上古式中学校、薩摩仙台市役所上古式市所や、古式島簡易裁判所、薩摩仙台警察署古式島幹部派出所がある。2004年の市町村合併前は、上古式村役場があり、 上古式村唯一の中学校である、上古式中学校が所在しており、上古式村の中心部であった。合併後は、薩摩仙台市役所上古式支所となり、上古式地区の中心部となっている。中古式という地名は、上古式村郷土市によると詳細な由来は、不明であるが、古式島で最も平地が広く、電磁も多くあり、江戸期には、 古式島里の自棟屋敷が置かれていたことにより古式島の中心地になっていたことに由来しているのではないかと推測されている2015年3月16日に古式島列島の区域を対象とした国定公園として古式島国定公園が指定された集落を除いてほぼ全域が国定公園の区域に含まれており2015年3月16日の 鹿児島県国寺、古式島国定公園区域内における特別地域の指定により一部が特別地域に指定された。国土地理院地図、国土地理院地図、陸系下浜部や海小上,上の小岩、無名の岩を除く。上古式町中古式には、鹿児島地方気象台管理の中古式地域気象観測所が設置されている。中古式気象観測所における、 気象記録は以下の通りである。角川日本地名大辞典によれば、上越樹町中越樹の小技は以下の通りである。懐、宮田、渡り口、上の神、水だる、前田、中潰し、中通り、橋のもと、平、あたご、茶の木、通り山、奥戸、東林水深、山口、馬道、新街、筒口、なありつ、黒岩、中川原、 中島江戸時代後期の中古式浦と、高石浦の江津中古式という地名は、江戸時代より見え、薩摩国古式島里のうちであった。村高は、三州五地西洋欄では252国余り、旧高級領取調べ町でも252国余りであった。江戸時代の測量家である、井上忠敬が表した、九州東海平園海村順においては、 中古式村の矢数は59件であったと記載されている。古式島里の統治を行う役所である地頭カリは、古式島列島に3カ所に置かれており、そのうちの1カ所は、中古式村の現在の薩摩仙台市立、中津小学校の場所に置かれた。また港の監視を行う、遠見番所、津口番所、被検番所が置かれていた。江戸時代後期に、 薩摩藩が編纂した地事である、三国名小図、中古式港上古式村中古式にあり、海湾を港とす、南に、筑地橋社に航行を、八日返して、港が滝なり、この港古式島中スコブル、幅港の、所なり、当選漂着の時も、この港に、泊まりつなぎす、三国名小図へ第30巻1878年には、大工商区章区制が施行され、 古式島は第25大区に属し、1884年には中古式村ほか7村の連合校町役場が中古式村に置かれた。1885年には上古式登録郵便局が設置された。1889年に町村制が施行されたのに伴い、上古式島及び中古式島の全域にあたる中古式村、中野村、高石村、 平ら村、小島村、瀬上村、そうな村、里村の区域より、上古式村が成立し、それまでの中古式村は、上古式村の大技、中古式となった。1892年には下古式村、大技手打ちに置かれていた古式島文書が中古式に移転。1899年には、川内区裁判所上古式出張所が置かれ、 1948年には、古式島区検察庁が置かれた。1999年4月2日に、こういう水面埋め立て地の区域を、中古式あざつつぐち、あざふところ、あざ中川原、あざ黒岩に編入した。2004年10月12日に、上古式村が、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、鹿島村、下古式村、 里村と新設合併時、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、大技名については、従前の存命を町名とし、これを従前の大技名関したものをもって、大技とすると協定され、旧村名である上古式村の村を町に置き換え、従前の大技名である中古式に関することとなった。 合併当日の10月12日に、鹿児島県の告示である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大技名が中古式から、薩摩仙台市の大技、上古式町中古式に解消された。薩摩仙台市役所上古式市所薩摩仙台警察署、 古式島幹部派出所古式島簡易裁判所古式島神社以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である薩摩仙台市立上古式中学校薩摩仙台市立中津小学校中古式には薩摩仙台市立上古式中学校薩摩仙台市立中津小学校 薩摩仙台市立中津幼稚園が所在している。中古式には高等学校が設置されておらず、また古式島列島内にも全日制高校や通信制高校の学習センターは設置されていない。古式島列島内の高校受験生は学区の制約なく県内のすべての県立高校へ進学できるため、中学校卒業生の多くは九州本土などに転出して、 当該の高校に進学する。中学校は、薩摩仙台市立上古式中学校がある。上古式中学校は1947年に、上古式村立上古式中学校として設置された。2020年より休校となり、当面の間校区内の生徒は里町里の薩摩仙台市立里中学校に通学する。詳細は、 薩摩仙台市立上古式中学校を参照中学校は薩摩仙台市立中津小学校がある。中津小学校は1877年に中古式小学校として開設され、1892年に中津人城小学校となった。学校制度の改変に伴う名称変更を経て1947年に中津小学校に 会場、1969年に大座鉱石にあった高石小学校を統合。2008年には上古基地瀬上にあった占い小学校を統合した。詳細は、薩摩仙台市立中津小学校を参照幼稚園は、薩摩仙台市立中津幼稚園がある。中津幼稚園は1976年に旧上越木村役場土地に置かれたが、 台風により崩壊したため1978年に新築移転している。私立小中学校の学区は以下の通りである。上古式島と中島の間にかかる古式、大民新郷阿佐駅の中央部を南北に、鹿児島県道348号層の裏里、港線が通り中古式港付近で東方に折れ、里調理方面に接続しており、 鹿児島県道351号鹿島上古式線が分岐しており、中古式島や下古式島に接続している。県道コミュニティバスである古式化の小百合バスが運行されている。里町里の里港から下古式町手打ちの手打ち港までを結ぶ古式縦間バス及び、上古式町荘の裏から中古式を経て、上古式町港石までを結ぶ、占い。 高一線が運行されており、中古式の区域にあるバス停は2020年現在以下の通りである。ありがとうございます。